プランチュ教育活動の一環として、バスティアのジョカンティ高校で、公園平和のための風刺漫画は、ユーモアによって異なる信仰、文化に生きる、人々の相互理解、尊重を促進し、報道の自由、表現の自由のために戦う、世界60カ国以上の風刺漫画家180人以上の国際ネットワークであり、2006年に風刺画家の プランチュとコフィーアナン国際連合事務総長によって設立された。日本からは山井の雄が参加している。2005年9月30日、デンマークの保守系子、ユランズ・ポステンがイスラム教の預言者、ムハンマドの風刺が12枚を掲載したことに対して、イスラム諸国で反発が広がった。これに対し、フランス、ドイツ、イタリアなど欧米の新聞社は、 ユランズ・ポステンとの連帯を表明するためとして、相次いで風刺画を転載した。対立はさらに深まり、翌2006年2月には、大使館への放火や抗議デモで、多くの死者が出るなど深刻な事態となった。また、これに対する報復として、イランの日刊誌、ハムシャフリーがホロコースト風刺画コンテストを開催するなど文化、宗教の違いを浮き彫りにし、 表現の自由が問われる事件が相次いだ。こうした事態と受けて、2006年10月16日、ルモンド神の風刺画家プランチュとノーベル平和賞を受賞したコフィーアナン国際連合事務総長は、世界各国から文化も宗教も異なる風刺漫画家12人を集めて、ニューヨークの国連本部で、不寛容を捨てて、平和のために描こうと題するシンポジウムを開催。この結果、 異なる信仰、文化に生きる、人々の相互理解、尊重を促進し、報道の自由、表現の自由を守るために、平和のための風刺漫画を立ち上げることになった。2008年5月26日、パリ9区に平和のための風刺漫画協会が設立され、2009年6月17日には、スイス外務省と国際連合ジュネーブ事務局の支援を得て、スイス法に基づく、 平和のための風刺漫画財団が設立された。同財団は、ジュネーブ氏の共産を得て、2012年以降各年で、世界報道自由例の5月3日に、国際風刺漫画賞を開催している。コフィア・アナン国連事務総長平和のための風刺漫画は、基本的人権と民主主義を促進し、とりわけ、世界人権宣言第19条に定める、表現の自由の行使を重視する。 すべて人は意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並びに、あらゆる手段により、また、国境を越えると否とに関わりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。平和のための風刺漫画の理念は、以下のように定義されている。平和のための風刺漫画の行動計画は、以下のように定められている。 1991-1992年、風刺画家のプランチュが、このような平和問題に取り組むことになった背景には、一つの象徴的な出来事がある。1991年、チュニスで開催された古典で、パレスチナ解放運動の指導者、ヤセル・アラファートに会い、一枚の画を見せ、ペンを渡した。画には、イスラエルの国旗が描かれていた。アラファトは、この挑戦に応じ、 国旗の上にダビデの星を描いた。翌1992年、今度はエルサレムで開催された風刺画家の集まりに参加し、当時イスラエルの外相だったシモン・ペレスに会う機会を得、イスラエルの国旗の上にアラファトがダビデの星を描いた絵を見せ、ペンを渡した。ペレスもこれに応じ、画に署名をした。一枚の画がアラファトとペレスを繋ぐことになった、この出来事は、 風刺漫画による外交、一本のペンによる外交と呼ばれ、フランス大使館のサイトでも紹介されている。2005年、ムハンマド風刺漫画掲載問題。2006年、10月16日、プランチュとコフィーアナンが、ニューヨーク国連本部でシンポジウムを開催。アナン国連事務総長は、風刺漫画は我々を笑わせてくれる。 風刺漫画がなかったら、我々の人生は辛く悲しいものになってしまうだろう。しかし同時にまた、風刺は深刻な事態につながる恐れがある。情報を与えてくれるだけでなく、感情を害する原因にもなるからであると語った。この結果、平和のための風刺漫画を設立。当初は、ルモンド本社のある、パリ5区の建物内に、事務所を構え、後に9区に移転。2007年、 ジュネーブのパレデナシオンで展覧会を開催。ついで、パリのフッツ文化賞、ローマ及びアメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタでも開催。2008年、イスラエル及びパレスチナで風刺漫画家の集会を開き、展覧会を開催。両国の風刺漫画家との対話の場となる。2010年、フランス国民教育共済組合連合の協賛を得て、 カーン記念館で第一回常設展を開催。展示作品をエコールでボザール編集、平和を与えてくれとして出版。平和を与えてくれは団体名にかけた署名だが、ふて、ヌラペイは通常、うるさい、ほっといてくれの意味であり、表紙には、独裁者、人種差別者、汚染者、性差別者、戦争や我々をほっといてくれと風刺を込めて、 表現の自由を訴えるメッセージが書かれている。同年には、南米の風刺漫画家との出会いの場として、ボゴタでも展覧会が開催された。2011年、スイス平和のための風刺漫画財団が、レマンコハンで展覧会を開催。国際風刺漫画賞を設立。2012年、エロー県議会とモンペリエ記者クラブの協賛により、モンペリエで国際風刺漫画フェスティバルを開催。 12月、ルモンドが見で、君の絵を描いてあげると題する風刺画コラムの連載を開始。2013年、風刺漫画と表現の自由に関する展覧会、教育プログラム、平和のための風刺漫画を開催。2014年、ラディウミヘイレアニュとステファニー・バロアトが、世界各国で、報道の自由、表現の自由のための戦う、平和のための風刺漫画の風刺漫画家12人の、 活動を取材したドキュメンタリー映画風刺漫画家民主主義の不評を制作。この映画は第67回カンネ国際映画祭で上映された。あと、パリのレピブリック広場で野外市社会が行われた。さらに、2015年1月7日のシャルリー・エブド襲撃事件の後にもフランスさんが番組を変更し殺害された。 風刺画家への追悼としてこの映画を放映した。第2回展覧会、教育プログラム、1914から2014年の、戦争の絵を描いてを開催。2015年、シャルリー・エブド襲撃事件。風刺画家、シャルブ、カビュ、ティニウス、フィリップ・オノレ、ジョルジュ・ウォランスキを含む12人が、イスラム過激派に殺害された。ティニウスとジョルジュ・ウォランスキは平和のための、 風刺漫画協会の会員であった。平和のための風刺漫画は9月21日に風刺漫画と表現の自由に関する大規模な国際シンポジウムすべての国における風刺漫画を開催。翌2016年には創立10周年を記念して同盟の風刺漫画集がガリマール社から出版された。また12月15日16日には 欧州連合の支援を得て、各加盟国から28人の風刺漫画家が、ブリュッセルに集まり、人権のための風刺漫画と題する展覧会、討論会を開催した。12月から第3回展覧会、教育プログラム、地中海の絵を描いてを開催。2016年、2月から6月までベルギーのモンス、記念博物館で、欧州アイデンティティの危機について、 欧州諸国をはじめとする世界27カ国の風刺漫画家49人の風刺画を紹介する展覧会、これは欧州ではない、を開催。世界報道自由デーの国際風刺漫画賞の受賞式に、レマンコハンで大規模な野外展を開催。ディナール視聴者との共催で、開古展、平和のための風刺漫画を開催。約十五のテーマ別に十八人の風刺漫画家の 作品、約200点を展示。世界人権でに、モスクワの現代美術センター、ビンザボドで人権のための風刺漫画展を開催。2017年、欧州連合の支援により、世界9カ国で風刺漫画により平和と民主主義の文化を育むことを目的とした、教育プログラム、平和と民主主義を描こうを開始。ガリマール出版社と提携し、同社から、 平和のための風刺漫画コレクションを出版。3月、コートジボワールのグランバッサムで開催された風刺漫画バンドデシネ国際フェスティバルココビュールの一環として、コートジボワールの風刺漫画家協会、インクのシミとの共催で3日間にわたる展覧会、アトリエ、会議等を開催。コートジボワール全国の風刺漫画家が集まった。ローマ条約調印60年を記念し、 欧州連合の父と欧州が現在直面している課題について星のコードを解読すると題する巡回展を開催。11月、モーレンベークの文化、社会団結会館で展覧会、ハイフン、風刺漫画で共に生きるを開催。若者たちが多数参加した。2018年、フランコフォニー国際機関の協賛により復元されたエルミオーヌ語で、 ラロシェル、マルセイユ、ボルドーまで巡行する風刺画展、教育プログラム、みんな移民だ、を開催。日本から平和のための風刺漫画に参加している、山井則夫は、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教の宗教的、政治的、文化的対立を指摘し、これらの三宗教は、元は、同根のセム属一神教、いわば大きなコップ内の対立であり、これを、 他心境の仏教から、アジアから、外から見る意見も絶対に必要であると思い、活動に参加していると語っている。すべてガリマール出版社の平和のための風刺漫画、コレクション召集。公式ウェブサイトには、各会員の似顔絵が掲載され、略歴が紹介されている。ありがとうございます。